さて、召喚されたアサシンだ。新名は内緒ってことでな。なーに、すぐにわかるだろうよ。よし、マスター。クエストに出発しようじゃないか。かつて主がいてね。うん。それだけさ。確かに従者は主に従うべきだ。だがね、主が火山に突っ込もうとするのを止めない従者はいないのさ。止められなかったがね。無頼は好きだね。相撲も剣闘も酒も食事も音楽も。世界は好きなものだらけ。圧政、そして忠告に従わない主。この世の何より忌み嫌うべきものだな。そうだろ？おっと、聖杯か。いやー、どうしようかな。やはりここは一つあれかな。蹴鞠野郎を死ぬよりひどい目に合わせろ。あたりかね。みんな楽しいお祭り騒ぎだ。おう、マスター。よろしく頼むよ。いやいや、無頼感の俺に構ってもよくないよ。たく、しょうがねえな、このマスターは。それ、毛布だ、毛布。寝ろ寝ろ。ここまで使ってもらったんじゃ仕方ない。俺も無頼なりにやる気あるとこを見せるとするか。マスター、神明を未だ明かさぬ俺をどうしてここまで信じた？お人よしだね。だが、無頼にも誇りがある。天に輝く36星の一つとして。誠意をもって使えるとしよう。おっと、再臨だ。どうだいマスター、活かしてるだろ？いやいや、うまくいくもんだね。ああ、こんな無礼な無頼感をここまで育てるとはね。ピカレスクロマンに興味があるのかい？おお、こいつは。いや、マスター。これがきっと俺の理想形なんだろうな。心から感謝する。そして遠慮なく、こき使ってやってくれ。よーし、始めるとするか。さて、侠客らしく殴り合いといくか。あれやった。そらよった。おっと。いいよ。よし来た。奥義蒼天。はっふんせい千山万水語るに及ばず。闇の侠客ここに参上。十面埋伏無影のごとく。はーいのーまずったな。無頼感の終わりなんて、こんなものかね。こう見えても楽天家でね。さて、飲んで騒ぐとするが。我が忠義はすでになく、今はただ一人の侠客として拳を振るうのみ。順調に成長。髪の毛伸びたかね。やあというわけで、クラスアサシン、遠征だ。ところで、黙っていれば色男って褒め言葉なのかね、あれ。へえ、あんた女だったのか？いや、すげえ。事実は小説よりなんとやらか。かつてひどい裏切りにあってね。以来主など持つまいと決めていたが。いや、我が主。我がマスターよ。転校生遠征。命のすべてを捧げてお仕えしよう。そらよった！奥義蒼天。いいよ。よし来た。闇の胸郭ここに参上。十面埋伏無影のごとく。千山万水語るに及ばず。はっ。千山万水語るに及ばず。千山万水語るに及ばず。せい。千山万水語るに及ばず。千山万水語るに及ばず。こう見えても楽天家でね。さて飲んで騒ぐとするが。